以後第29潜水艦。以後第29潜水艦。以後第29潜水艦。旧時代、以号第29潜水艦は、大日本帝国海軍の伊従5型潜水艦。巡戦オツ型潜水艦の10番艦。最初は通称破壊任務に用いられ、インド洋を主戦場として7隻の船舶を撃沈した。また、日本とドイツの往復に成功寸前まで行った、潜水艦として有名。 当初は、以後第33潜水艦と命名されていたが、1941年、昭和16年11月1日に以後第29潜水艦と改名されている。1939年、昭和14年の第4次海軍軍備補充計画、丸四計画により、1939年9月20日に横須賀海軍交渉で起港。1940年、 昭和15年9月29日に浸水し、1941年、昭和16年8月15日に、伊豆都市市中佐が偽装院長に着任。1942年、昭和17年2月27日に浸航した。浸航と同時に、伊豆中佐は艦長に着任。同日、呉れ寺布席となり、第6艦隊第14潜水隊に編入。3月10日。 第14潜水隊は第8潜水船隊に編入。4月15日、E29 はクレを出港。18日、同リットル空襲が起こったため米機動部隊の捜索を行うが、見つけることはできなかった。24日、トラックに到着。30日、MO 作戦に参加するべくトラックを出港し、オーストラリア東方沖に進出。5月14日、0400。 シドニーへ向かう駆逐艦を発見。ウォースパイトと識別して追尾するが、来撃できなかった。16日2028、ニューキャッスル東方35海に地点付近で、鈴と羊毛を搭載して、ウェリントンからバンダレシャープールに向かっていた、中立国である、ソ連貨物船ウェレン、ウェイラン、5135トンへ向け魚雷2本を発射したが命中しなかった。その後浮上して、 砲撃を開始し、ウェレンを撃破した。その後、米駆逐艦、ゴークチ区艦、アランタ等からなる対戦部隊が迎撃に向かったが、イ29を見つけることはなかった。23日早朝、特殊潜航艇によるシドニー航行攻撃の事前航空偵察を行う。搭載機はレーダーに発見されたものの、湾内に停泊中の合計順位アデレード、米駆逐艦、パーキンス、 乱戦系ナイン、ゴーキライフ節艦、バンガリー、豪層海底、ワイアラ、ジーロング、インソー海底ボンベイ、ベイク地区艦ボカンドビン、豪仮想寿命艦、カニンブラ、ウェストラリア、宿泊艦クッタブルの在泊を報告。攻撃後、6月3日まで、シドニー沖で、公表的の帰還を待った。その後ブリスベン沖に移動。4日、モートン島付近で、客船キャンベラ、 キャンベラ、7710トンに発見されるが、退避に成功。6月10日、紹介区域を離れる。その後ヌーメアの飛行偵察を行い、クエゼリンを経由して7月21日に、横須賀に到着して、整備を受ける。29日、イ29は、横須賀を出港し、ペナンに移動。8月8日、ペナンを出港し、29日に、 セイシェル諸島を飛行偵察。9月2日のソコトラ島西方沖で A 貨物船ガズコンを来撃により撃沈。3日明け方のアデン湾で A タンカーブリティッシュジーニアスブリティッシュゲニウス8553トンを発見するも攻撃に失敗。10日にはのソコトラ島付近で空船でアデンからカルカッタに向かっていた A 貨物船ハレスフィールドを ヘアーズフィールド5299トンを来撃により撃沈。16日の底虎島西方沖で A 貨物船オーシャンオーナーを放来撃により撃沈した。23日夜のマンガロール南西780海日点付近で戦車18両 B-25 ミッチェル10機等を搭載して航行中の米貨物船ポールラッケンバックポールルカンバック 6579トンを発見し、魚雷を発射。魚雷はポール・ラッケンバックの左舷に命中し、同線は船首から沈み始める。1時間後、E29 は再度魚雷を発射。魚雷はポール・ラッケンバックの左舷に命中し、同線を撃沈した。10月2日、ペナンに帰港した後、5日にシンガポールに到着して、整備を受ける。 整備完了後、ペナンに移動した二2 9は11月11日にペナンを出港し、モルディブ諸島港沖を通過してアラビア海に進出。23日のモルディブ諸島北西沖で乗客958名と一般貨物6472トンを乗せてボンベイからモンバーサに向かっていた英価客船ティラはティラウィ1万ロトンを発見し、魚雷を発射。 魚雷は命中し、ティラワは一旦放棄された。1時間後、脱出した乗員と乗客はティラワに戻ったが、イ29が、再度発射した魚雷が命中し、同線は沈没した。12月3日、の底トラ島南南西沖で、石油9000トンを積んで、アーバーダーンからモンバーサに向かっていた、ノルーエータンカーベリタ、ビリタ6323トンを発見して、魚雷を発射。 魚雷が命中したベリタは放棄された。その後イ29は浮上し、砲撃により、ベリタを撃沈した。1943年、昭和18年1月27日、シンガポールに到着し、整備を受ける。整備完了後、ペナンに移動したイ29は2月14日に、ペナンを出港し、ベンガル湾に進出して紹介。3月頃に、ペナンに戻った。 4月5日、E29 は、エミ鉄四郎海軍中佐、友永秀夫技術中佐八89式空気式魚雷1本、魚雷艇用の2式魚雷2本、ベルリンの日本大使館向けの金の延べ棒2トン、赤木型空母と特殊船航艇の設計図の合計11トンの貨物と乗客2名を乗せて出港。26日、予定より1日早く、マダガスカル島、 南東450海域地点付近の会合点に到着。27日、ドイツの有望という180と会合するが、海が荒れていたため2隻は北東方向に移動。28日、波が穏やかになったため2隻は機関を止めて、積み荷と乗客の移動が行われた。U180 からは、繁栄インド独立運動家のスワス・チャンドラ・ボースと、秘書発散、9着地雷一発。 キニーネ・ニトン、方針、弾薬、ドイツ大使館向けの郵便文書、ボールド432個入りの木箱3個が積み替えられた。積み替え完了後に U180 と分かれた E29 は5月6日にサバンに到着し、乗客と積みに降ろした。ボース士一行はサバンから航空機で日本へ向かった。E29 はこの任務を成功させたことで有名となる。 その後同日中にサバンを出港した E29 は14日にシンガポールに到着して整備を受ける。整備完了後、ペナンに移動した E29 は6月6日と8日に搭載機を発進させて対戦紹介を行わせた。2回目の対戦紹介と同時にペナンを出港しアフリカ東岸及びアデン湾で紹介を行う。7月12日、 このアデン湾で、英化客船ラフマに、レマーニー5291トンを撃沈した。8月2日、ペナンに到着。9日、捕虜3名を乗せて、ペナンを出港し、19日にクレイに到着。便乗車を降ろした後整備を受ける。10月10日、19艦長時に、米空母ワスプを撃沈した、名艦長、木梨孝一中佐が艦長に着任。 11月5日、29は、第4次報読潜水艦として、クレオ出港。14日に、シンガポールに到着し、生ゴム80トン、タングステン30トン、鈴50トン、アエン2トン、キニーネと薬用アヘン、コーヒー計3トン、96式連装機14機が、搭載された。また、14センチメートル砲が取り外され、 後部官班に96式3連装機12機が装備された。12月5日、E8 から電波探知機、メトックスを譲り受け、これを装備。15日、第14潜水隊の解体に伴い、第8潜水船隊所属となる。16日1100、E29 は、中毒日本大使館付海軍部官として赴任する、小島秀夫少将他日本人技術者16名を、 乗せて、シンガポールを出港した。作戦中の暗号名は、松。十二月二十三日早朝の地点で、ドクカモツ船ボゴタ、ボゴダ、千二百三十トンから補給を受ける。千1 9 4四年一月十六日、希望盆沖を通過して、大西洋に進出。二月十四日、アゾレス諸島南西六0海に地点付近で、有望という五百十八と会合し、 電波探知機、ナクソス、電波探知機、ワンゼを受領し、ドイツ人技術者3名を乗せた。3月4日、リーライトを装備した、哨戒機に発見されて照らされるが、退避に成功。9日、予定よりも早く、ビスケーワンに到着したため、先行待機して、一夜を明かした。10日、上空援護のユンカース1885機と合流。午後には、独駆逐艦。 Z23、ZH1、水雷艇、T27、T29 と合流。同日デハビランドモスキートの攻撃を受けて1881機が撃墜され、1700からはブリストルボーファイターと B-25 の空襲を受けるが、いずれも E29 に損害はなかった。11日、E29 はフランス大西洋岸のロリアン港。 当時ドイツの占領下に到着し、有望という190の隣に係留され、輸送物資と便乗車を降ろした。この時、司令塔の96式連装機銃が取り外され、エリコン 20mm4 連装機銃が装備されたほか、後部甲板にクルップ製 37mm 対空機関砲が装備された。また、MI163、MI262 の設計図とエンジン、 魚雷低用エンジン、V1 飛行爆弾の胴体、音響探知式機雷、防気サイト、水銀、ラジウムアマルガム、ロケット式射出機、対空射撃艦西洋、ウルツブルクレーダー、エニグマ暗号機20台を積み、海軍航空本部の造兵監督官として、対読した、いわや H 他ドイツ4人を含む、乗客18名が便乗した。E、は月日に、ロリアンを出港。 6月11日、南大西洋で、イ52とすれ違う。29日、インド洋に進出。7月13日、上空援護の一式陸上攻撃機2機と合流。14日1032、シンガポールに到着した。乗客はここで艦を降り、いわや一は、いち早く新兵器の報告をすべく空路東京に向かった。22日、イ29は、 海軍士官候補生10名を乗せてシンガポールを出港しクレに向かった。25日、浮上している米潜水艦を発見したと報告。この潜水艦は、米戦総フィッシュでロック及びタイルフィッシュとウルフバックを構成して、紹海中の20日に、により E29 を待ち伏せして撃沈することを命じられており、総フィッシュ側も E29 を発見していたが、この時は見失っている。 翌26日1645、バリン大会協にて17ノットで、浮上構想中、追跡してきた、ソーフィッシュに再度発見された。ソーフィッシュは、魚雷4本を発射。二2 9は接近する魚雷を発見して、回避行動を行ったが、立て続けに、魚雷3本が命中。二2 9は、ドイツからの数々の貴重物資もろとも合鎮した。に備えて、 タイルフィッシュも攻撃のために寄ってきていたが、その必要はなかった。な雷により、E29 の乗員3名が海に投げ出され、うち1名が島に泳ぎ着き、唯一の生存者となった。艦長の木梨高一中裁下乗員95名、乗客10名戦士。沈没地点は、バリンタン海峡にしぐち。その後、岩屋栄一が持ち出した。 設計図により立花、注水が開発された。10月10日、生存者の喪失報告により戦没認定され、除籍された。撃沈総数は7隻であり、計44,776トンに上る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。